南だ。こんにちはじゃ。わしが大谷刑部義次である。本日は我が陣跡に南名を案内いたしたいと思う。というわけでこれをもう外します。こんにちはじゃ。いや刑部殿大変じゃったじゃろうな。これをつけての戦は。改めてこんにちはじゃ。古戦場もてなし武将隊関ヶ原組島左近である。南名久坂田ぶりである。元気しておったか。今日はな、南名も知っておる我が西軍三成様の盟友大谷義次殿の陣を案内したいと思う。家一緒に歩いてまいろう。では行くぞ。それではこれより大谷義次殿の陣と、そして大谷義次殿のお墓をな、南名に案内したいと思う。家では参ろう。階段を上り線路を渡ると、まずはこちら若宮八幡宮神社がございまする。この神社の奥山の方にな、大谷義次殿の本陣があったということじゃ。神社の右手から道が続いておる上、ここから約130メートルで松尾山眺望地、そして110メートルで大谷義次殿の陣にたどり着けるぞ。南名、見ての通りこちらの方の道なんじゃが、山の中となっておる上、ここを訪れる際はそうじゃな、安全な履き慣れた靴を履いてくると良いと思うぞ。気をつけての。神社の裏手の山道を約3分ほど登ってくると、こちらの分岐点にたどり着く。ではまず松尾山眺望地の方へ行ってまいろう。こちらが松尾山眺望地じゃ。なんとここからはあの小早川秀明殿が布陣した松尾山がしっかり見ることができるぞ。非常に眺望が良いからの、ぜひぜひお立ち寄りくだされ。そしてこの顔出し看板もここにあるよ。記念撮影などいかがかの。わしも楽しんでおるぞ。良い眺めじゃの。あちらに見えるのが小早川秀明殿が布陣した松尾山じゃ。秀明殿の動きに不審運に思った大谷殿がこちらから睨みを聞かせておったんじゃろうな。それでは次は大谷義次殿の陣跡に参りたいと思いまする。先ほどの分岐点から歩いて約1分から2分ほどかの歩くと、こちら大谷義次殿の陣跡に到着いたしまする。ちょうどな、先ほど見た大きな神社の裏手にあたるところじゃな。こちらにも石碑があるんじゃが、南名、これを見てちょっと不思議に思うところはないかの。大谷義隆という名前になっておるな。一説によると大谷義次殿は関ヶ原合戦の直前に名前を義隆に改めたという説もあるということで、こちらの
この石碑は義高殿となっておりまする。まあこの辺はな、皆々もよく知っておると思うんじゃが、わしはまあ今日はずっと義継様と呼ばしてもらう。こちらで大谷義継殿が布陣をして松尾山に睨みを聞かせ、途中寝返り行った小早川秀明殿を迎え撃ったという場所じゃな。そしてこの大谷義継殿の陣跡から約310メートルほど歩くと義継殿のお墓がございまする。では参ろう。先ほどの大谷義継殿の陣からずいぶん上がってまいったが、あと60メートルで義継殿のお墓に到着いたしまする。右手にございますのが大谷義継殿のお墓でございます。こちらのお墓は敵方であった藤堂家が後々にこちらに作ってくれたということでございます。そして隣にありますのが家臣であった湯浅五助殿のお墓でございます。こちらは湯浅家の子孫の方々がこちらの方に設置されたということで、大谷義継殿、そして湯浅五助殿、二人仲良くこちらの方で祀られております。常にお花が添えられておってな、皆々が参っているという姿が浮かんできますな。非常にいつも綺麗にされておって、これはこちらの地域の方々もお掃除をよくしているということをわしも聞いておる。今日も暑いの、喉が渇いてきた。お、こんなところに天の救いじゃ。なんと大谷義継殿の自動販売機がございまするぞ。陣のすぐ近くにあるからの、ここで水分補給ができるということじゃ。では私はどれにしようかの。よし、あやたかじゃ。これで水分補給もバッチリじゃん。